はい、お願いです。お願いします。はい、本日はモンタナスポーツさんに来ているんですけれども、最近あまり僕が来れてなかったので、なんか新しいの入ってないかなと思って、グローブコーナー見てたら、まあありましたね。新しいグローブが。ということで、まず軟式用のグローブ2個紹介させていただければなと思います。僕も持ってるんですけれども、まあちょっと違う、本当にちょっと違うんですけれども、そういったのが新しく、Z さんで出たので、それをちょっとまず、1個目紹介していこうと思います。それが、ふぃー。源田選手モデルです。はい、これがクロスウェブの源田選手モデルとなっています。クロスウェブ、源田選手バスケットウェブじゃないのって思うかもしれないんですけれども、2019年とかかな、クロスウェブの方も使っていました。で、配色もこれかな、サックスオーダーで選べないんですね。このグレーのヘリ側のグローブですね。で、この辺は僕が持ってる、源田選手モデルと一緒なのかなって思うんですけども、じゃあ何が変わったのっていう、ラベルがウェルダーラベルになってるんですよ。軟式用のプロステータスってあまりウェルダーラベルじゃなくて、まあ普通のプロステータスラベル、刺繍のものなんですけれども、でもこういった限定品なんかはウェルダーラベルが採用されています。でも型としてはね、しっかりと結構、まあ内容仕様としてはちょっと大きめに感じるような型で、ここもとても広くてかなり広いポケットで、正直僕も当てでも使えるようなグローブにはなってます。ただ当てで使うよりかはハサミぐらいとかで使っても全然いいのかなって。でハサミで使ったとしてもこっちの方にポケット全然作れるので、すごい使いやすい。なんか最近結構思ってきたのが、新しい初心者でも型でも全然いいのかなっていう、むしろ使いやすいんじゃないかなっていう源田選手モデルとなっています。まあこれはね、もういつも通りの限定品だけど定番的な源田選手モデルでした。次ですよ、次のグローブで、もう一個ちょっとこれはびっくりしたんですよね。僕ここ来て正直言うと、このメーカーがこういうグローブを出すんだっていう、すごいなって、変わったなメーカーもっていうような感じです。そのグローブが、はい、こちら SSK の軟式、内野手用なのかな、これはのグローブになります。うん、軟式内野手用ですね。はい、で、何が SSK さん今までね出してないんじゃないかなって思ってたって言ったんですけども、こういったところに刺繍があるグローブってあんまりイメージになかったんですよ。こういう柄入りのベルト部分でしたりとか、ウェブにもねこうやってバスケットウェブにちょっと入ってるっていうようなのをあんまりしないようなメーカーさんだなっていうのを思ってたんですけど、でもよくよく考えてみたら、メジャーリーガーの選手って結構 SSK のグローブ使ってるんですよ。カノー選手とかいろいろね、探せば探すだけ結構いるんですよ。なんで、あ、でも見てはびっくりしたけど、うん、そういえばよくよく考えたら納得だなみたいな感じでもあったんですけど、まあそれにしてもいざ見ると結構びっくりはしましたね。はい、で、まあ、型の特徴、これが SSK さんの内野手用の中だったらちょっと大きめかなっていう、もしかしたら源田選手モデルよりかも大きいかもしれないです。なんでサードとかすごい向いてるかもしれないです、このグローブ。まあ、バスケットウェブなんで当たり、強い打球が来ても全然耐久性としても大丈夫ですし、でめちゃくちゃやっぱ大きい、これ今真横にあるんですけど、自分の顔パクッといけちゃうぐらいの、大きさがあるので、最初から逆巻きになってるので、こっち側にも広く、なるようなグローブとなっています。まあ、なのでね、本当にサードとかでも全然いいのかなって。でやっぱ大きいんで、僕ここでもう指の第一関節が出ちゃってるので、この先がもう手ちっちゃいのもあるんですけれども、手袋の中の手袋もちょっと大きめかなっていう感じもしますね。多分見えないと思うんですけども、このクッションがちょっと独特な感じがします。指の中の手の甲側のクッションがちょっと違うかな、他のグローブとは。なんかふわっとしたような感覚のある手の中と、仕様となっています。はい、でカクカクのお値段なんですけど、 Z の源田選手モデルの方が 39,600円となっています。まあね、限定モデルだしプロステータスなんで、いい値段ではありますけれども、いい値段ではあるのかなと思います。はい、そしてこちらが SSK さんのグローブの方が 33,000円となっています。まあ、こちらはね、限定グローブにしては少し安めかなっていう、手が出やすいお値段なのかなと思いますね。どっちのグローブもすごい映えるグローブだし、渋いけれどもよく見たらめちゃくちゃかっこいいっていうような、どっちも軟式ユーザーならではのグローブではあるので、まあ、気になった方はぜひちょっとモンタナスポーツさんの方にお越しください。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを
買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オーケー、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、今並行してモンタナさんのゲンダモデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、ゲンダグローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人いくか分かんない、1万人いくか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた決め玉で。